さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さあ、コールドウィンドファーム、さて何かあるかな。ああ、トーテム壊そうか。はい。ああ、狩りの興奮ついてましたね。こっち逃げてきちゃうの、バレちゃうな、バレちゃうよ。はい、ピックだね。大丈夫かな。いやー、甘いんじゃない。倒れたね。アイアムヒーローとか言っておきながらね。立つか。でもいいペースですね。さて、2人に分かれて2人同時に助けに行ったか。でもレッツプレイでゲーム始まっちゃってるんじゃないかな。ありがとうありがとう。いやー、
下ルートちょっと厳しいね、時間足んないね。あれないのかね、早くお脇のゲージが的なないのかな。キラー側は活力があるんですけどね、そのもがくの時間長くするようなな、なんちゃらの魅力的なね。この人ですね、切った人。一応本人切断者からあれやっとくか。スポーツマンシップに反する行為ということでね、届け出を出しておきましょう。は言わないと思いますけどね、あんましね。まあ行きましょう。で、よくよく思ったんですよね、あの全力疾走自分があんまし使えてなかったので、メグ育てる必要ねえんじゃないかなと。必要なものは全部正当で取ればいいんじゃないかなと思ってですね、殺人鬼側の方を育てた方がいいんじゃないかなと。あとね、こっちね、クロゼスさんのレベル50にしてね、ぐるぐる回した方がいいんじゃなかろうかという結論に至りました。場合によってはレベル50になったら一回血濡れになってもいいですけどね、アイテムが出やすくなるらしいのでね、もう自分ほとんどアイテム使っちゃってるんで、正直未練はない。まあパークだけちょろっとね未練があるんですけど、まあそれにしてもだよね、ある程度ポイント貯めてから、チチャーブルパークは残ってるっぽいので、そうすると、そうだな、レベル15になるぐらいまでのブラッドポイントだけ貯めといてね、2つ解放できるぐらいにしといてね、セルフケアとかね、持てるようにしたいなと思いますけれどね。さあ、コールドウィンドファームです。またあるね。大丈夫かな、使ってるか。うわ、あらー、いってぇ、いきなし見つかるんだ。なんか悪いところの騒ぎじゃないんだよな。挟まったー、いたたまるコマンドなかったな。そう、こうやってね、キラー側はこのもがくやつがついてるんですけど、あれはついてないんですよね。まあ新しいみたいなついてるっぽいですけど、第3がダメージ食らった。そして発電機治る。そしておお、うまいね。ああやられた。倒れてる間にそれで助けに来てうれしいんだけど、こっち戻ってくるか。やばいね、やばい気がする。倒れてるまんまだな。あ、担がれた。いや、担がれてない。担がれたな。はいはい。あ、逃げましたね。ここに発電機あるじゃん。傷で直しちゃう。あ、傷ついてるな。
セルフ持ってるね。ここに逃げてる間にもう一つ直しちゃいましょう。危ねえ。グレート。そう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 。ほっ。危ない。ほっ。グッと。グレート立てたらどんだけいいか。あらこれまた同じ場所に来られたな。鳥になったの無駄になったな。3人か。はい、どうしよっかな。これで残り1個にしたい。さあ頑張っていこう。ほっ、猫は反応してないね。信用も大丈夫。真ん中あったらリトチョロしてすぐだな多分ね。予想してた。切れた。ほっ、さあてどうするべきか。落ち着こう。いった向こうにね。うん、助けに行けるか。電気1個直してからの方がいいかな。発電機がどこにあるかだな。あと1個ハッチがあるね。ハッチの場所覚えた。大丈夫かな。いけるか。いけそうだね。
これはちょっと厳しいな。発電機直すか。さあ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 、バレないように気をつけましょう。完全にあれは見張られてんな。いやあれは助けんの無理か。いやー釣られたな。さあ急ぎましょう。やば、バレたな。バレたね。いやーバレたね。これは無理だ。よし、これはもうハッチしかないですね。近くにいるな。ああ逃げてるか。あそこにハッチがバレてるか。そうだな。うん、バレてそうだね。うろちょろしてますね。やべえ。ハッチ脱出。華麗なるハッチ脱出で無事に逃げ切ることができましたと。いややっぱどうしてもハッチ見つけたらね、もう助けに行かずにもうこの付近にいればいいやと思っちゃいますよね、残念ながら。いや無事に逃げ切りましたね。鉄の握力、鋼の握力か。お
学効果が 25% 減少。これ汚いな。抜け出すために必要な時間が 4% 増加するっていうのがあるから、逆もあってもいいですよね。早く抜け出せるっていうね。はいはい。ジャム第3、決死の一撃、全力疾走宣言ということでね、今回はここまでにしたいと思います。いやー、ハッチ脱出いいですね。ということで、次回も頑張っていきましょう。それでは、さよなら。